Space Monkeys TV。 ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ、ですね、もう超スランプです。この時期、11月から12月にかけてマジでね、毎年スランプに入るんですよ。ということで、11月になると毎年スランプになるんですよ。多分俺だけじゃないと思うんですよね。 Twitter とかインスタとか見るとやっぱりね、釣れない難しいっていう人がやっぱ多いんですよね。釣れない今の時期を打破する、ここからタイトル返していきますが、春的リーグの紹介をしていきたいと思います。冬の釣りの定番としてはメタルバイブの釣りあるじゃないですか。まあ、バイブレーションでトレブルフックがついてて、リフト&フォールすることでリアクションバイトを誘発させたり、食わせに特化させたり、サイズを変えることで釣るっていう、そんな冬の定番のね、メタルバイブ、あれを年間で何個もなくした記憶ありますよね、やってる人がね。まあそれをね、もうメタルバイブなくなるからやりたくねえ、もう苦手だっていう人にはぜひ使ってもらいたい、この瞬間ライトテキサス、この解説を今日やっていこうと思います。実際に釣り上げる映像ありますので見ていきましょう。ってことでレッツゴー。さあ、旬的なんですけど、簡単に言えばレイドジャパンでね、一回ね、紹介されてから自分もやってみたんですけど、これマジで釣れました。その映像をまずご覧ください。よっしゃ、来た来たよ。オッケー、瞬敵。ライトリグ、ネットお願いします。瞬敵ハマった。ちょっと待って、最初も嘘でしょ。マジで頼むよ。入った、じゃあ、待って、ニーヤ、ニーヤ、入った、オッケー、さあ、瞬的にハマったでしょ。さすが、おーし、さすが、ナイスバース、来てる丸飲み、瞬的丸飲み、ありがとうニーヤ、チュー、やったぜ、2日連続瞬的。オッケー、これで今日終わるかもしれないからね。マジ貴重ロバスっていう感じですね。何を使うかと言いますと、まずレイドジャパンのファットウィップ3インチ、これのね、要はライトテキサスなんですね。フックは10フックのオフセットフックですね。で、シンカーの重さなんですけど、これ 1.8 から 3.5 ぐらいがベストだというふうに言われてます。ちなみにそのシンカーというのがこちらですね。このミサイル型、これがテキサスリグにね、一般的に使われるシンカーの形です。これがね 1.8g、 これが 3.5、 自分が映像で使ったのは 3.5g。 ベイトフィネスタックルつってね、中軽量系のルアーをね、爽快に投げられるベイトタックルでやりました。で 1.8 の場合は P ラインを巻いたね、パワーフィネススタイルでよく使ってました。まあ、この組み合わせが自分はね、使いやすいかなと思います。まあ本当に重すぎないシンカーを使って瞬発力よくリフト&フォールさせて食わせるっていうのがこのコンセプトになってくるんですよ。なんで重すぎるシンカーとか軽すぎるシンカーはちょっと除外されちゃうのかと思いますけど、まあこのタックルだったら 5g とかでもいいかなと思います。ちなみにラインは今フロールの10ポンドです。まあ、これで作っていきます。 3.5g で今回やってみますね。作り方は本当に簡単。このシンカーをまず糸に通していきます。スッと通す。でペグ止めって言って、このシンカーがね、動かないようにゴム管なので止めるんですけど、この瞬的はフリーにします。フリーライトテキサスなんですよね。でフックを結んでいきます。さあ、結び終えたら輪もつけていきます。これレイドジャパンから出ています、ファットイップ3インチ、これがですね、三角形型してるんですね。でこのお腹の出てるところ、まあ普通にねセットしてもらえば OK です。こんな感じでセットして、そしてフックを、このオフセットフック、こんな感じで返して、背中からフックを出して、これでセット完了。こんな感じでセットしてください、という形でできました。こんな感じでシンカーが動きます。でこれどういうところを狙っていくかというと、基本的には遠投はしない、足元の複雑なストラクチャー、障害物が豊富な場所をこれ狙っていきます。シンカーが先に落ちてって、ゆっくりふわーっとルアーが落ちていく。で糸を叩くような感じでシンカーをまた飛ばせることによって、
この不規則なファットリップ31が不規則に動いて不規則に落ちてくる。早く落ちてきたりゆっくり落ちてきたり、ふわっと上がってストンと落ちたり、シュッと上がってふわっと落ちたりっていうので、リアクションバレットを狙っていく、そんなねリグになってます。なので、まあ、もちろん食わせにも特化してるんですけど、リアクションで魚の目の前にストーンとシンカーが落ちて、ゆっくり落ちてきたりゆっくり上がったり、早く落ちてきたりゆっくり上がったりっていうことを、不規則なアクションを目の前でさせることによって思わず口を使わせてしまうという瞬発力テキサスで瞬的だと思う。あの瞬的なんだけど、瞬発力テキサスなのか瞬間力テキサスなのかちょっとよくわかりませんが、これでね、今からもっとね冷えてくる、そういったクリーク、霞ヶ浦、五三川でなんかではね、すげえ力を発揮するんじゃないかなと思いまして、これで自分もこのスランプを打破してみたいと思います。最後すごい喋りましたけど、皆様もこれちょっと試してみて、こんな場所で釣れましたっていうことがありましたら、コメントとかよろしくお願いします。ということで以上、瞬的の解説でした。バイバイ。